third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. はい。あれ、今日はまたアルファード。はい、あの、持ってきました。はい。案件を。案件。はい。早速ですか。たくさんの案件の商品が届いてます。え、これ全部ですか。はい、あの90のノアボクシーとかでもよくやったあのエンラージ商事さんがたくさん届きました。あ、一気にはちょっと時間的に厳しいんで、あ、他の商品もさっき言っとこうか全部、はい。これがインナードアハンドル LED イルミネーション。おお、光るやつですね。中 の, あのドアハンドルのところです、はい。続いてこれがエンジンかけたままロックができるキット。え、そんなキットなんてあるんですか。 あるみたいですね。めっちゃ便利じゃないですか。はい、オートブレーキホールドキット。あ、これは便利な、ね、結構重宝するやつですね。これはもう必須です。ハイマウントストップランプ点滅キット。そんなもあるんですか。あるみたい。へえ、すごいですね。はい、で、あと最後にルーフイルミネーションオーロラ点灯かけキット。あ、すみません、これ案件なんでちゃんと、もう一回言い直します、はい。ルーフイルミネーションオーロラ点灯化キット。はい、いいですね。2列目、3列目 あの上の部分、はい、前の30系でもあったんですけど40系でもあるみたいですね。あ、そうなんですね。はい、この中で一番これがちょっと簡単そうなんで、今日はこれからいきます。ルーフイルミネーションオーロラ点灯化キットですか。はい、はい、今日はこれをやろうかなと。はい、ラフなやつからいくやつですか。ちょっと時間的にほんまに今年度末で時間がないんで、はい、まあ、確かにそうですけど、はい、今日はちょっとこれだけで勘弁してください。はい、はい、他のその今言った商品も、はい、随時動画こう上げていくんで、皆さんチャンネル登録、はいはい、してもらって。そうですね、あの円楽商事さんの商品って基本的に、はい、DIY レベルでできるような商品が多いんで。そうですね、結構簡単にできるっていうのが多いですよね。内張りちょっとバラして基本的にカプラオンばっかりなんで、はい、この40系もうちょっとで納車されるんですとか、今からこうカスタムしようかなっていう人は、はい、もうチャンネル登録しておいてもらったら、あ、いろんな情報がこう入ってきますんで、はい、チャンネル登録押しましたか。多分今、あ、今押しました。今押しました。はい、まあ、じゃあ押してくれたんで、はい、やりましょうか。はい、はい、これから登録者の方へこの案件動画を、はい、お届けします。やっていきます。はい、ひとまず、インラージ商事さんは YouTube の動画でも多分あるんですけど、はい、こういうあのカラーの、 あの取り付け説明書もついてるんで、おお、こういう、はい、ちょっと待ってください。髪のなんか上の部分がオーロラになってますよ。お前、はい、ルーフカラーイルミネーションレインボー点灯化キット。じゃあそれではいきましょうか。はい、あと商品がこれですね。ちょっと一旦置きます。はい、こういう内張り剥がしもついてる。おお、親切ですね。はい、あのなんかテレビキットの時もついてましたよね確か。うん、あ、だからジールにあのヨーさんあります。はい、ありますね。あ、やっぱカプラオンですね。あ、はい、めっちゃ簡単そうですね。こんな感じの、はい、はい、じゃあ実際にちょっと取り付け していきたいと思います。はい、はい、ここのカプラーにかますみたいなんで。あ、そこの真ん中の部分ですね。そう、はい、でここをバラすねんけど、はい、この3列目の一番後ろから外していくみたいです。あ、そんなでかく外すんですか。はい、緊張する。お、あ、簡単やな。うん、爪には気をつけてもらって。あ、この真ん中だけ外れんねん。はい、こういうことなんですね。うん、この内張り剥がし使ったりするときは、はい、基本的にこうマスキングした方がいいです。あ、気づいたりするから、はい、こじたら、はい、僕はもう手でいっちゃうんで、手であのもう気づいかんようにこう、はい、指でカバーしながら、はい、自分の指を犠牲にしてですか。そうなんですよ。だからこの前めっちゃ血出たんですよ、これ親指。親指ほんとですね。めちゃめちゃ血出たからな、はい、僕も中指割れましたね。そういう割れた、はい、結構その気をつけてやらんと。はい、これでずっと順番に外していきます。はい、前に前にこうなんて言ったらいいんやろ、ここを後ろでずっとこうペラ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 やっていったら、こうここに負担かかるんでバキってなりやすいんで。ああ、なるほど。できるだけ外れるところまでずっと順番に手を入れていってあげる。こんな簡単に取れるんで、はい、ああ、うん、
これほんま無理やり引っ張ったら、はい、ほんまにバキっていくんで、あそんなあの硬い爪じゃないんで、なんか結構そのスッて出てあの取れてますね、うん、で左と右できるだけこうなんて言ったらいいの、同時にというか、はい、同時進行で、一応ここはあのこういう感じで頭で支えとったり、はい、ああ、うん、もう取れそうやな、ちょっと2列目に移動します。はい、頭で支えるって感じも DIY 感出ていいですね。そうや、このスイッチ周りはちょっと硬いんか、あでもそんなことない、はい、これこのままなんていうか、ここめっちゃ取れてるやんか、はい、こう垂らしたままやって結構ここの爪に負荷かかるから、はい、できるだけこうついとった状態に、あ近づけて、うん、した方が楽、はい、おお、おこれでいったんじゃん、まだ、あ取れましたね、でかっ、すごいピン止まってるすごいですねこれ、こういう感じです、はい、これ全部爪っていうか今までにない感じやな、そうですね、うん、なんか取れやすそうな感じの、はい、で今回このスイッチの部分、はい、プラスドライバー4つで止まってるだけなんで、あそこですね、うん、これで外していきますと、はい、なるほど、あすぐ取れるんですね、うん、おお取れましたね、あその表側っていうか 前側になんかあるんですね、でこっちのカップラーです、助手席側、助手席側ですね、はいはい、こっちとちょっと形状違うんでカプラーの、まあつく方にしかつかないんですけど、はい、で、まあ、ここに爪があるんで、はい、爪を押しながら抜いてもらう、はい、これで、おお結構すぐ取れるんですねそれも、うん、これで、音がするところまで、はい、つける、でこの中にキットと配線を収める、あそこってスペース結構広いんですか、あるな、あ全然大丈夫、はい、あそこにユニットの部分もちゃんとあの、まあ、防振というか音が鳴らんようになってるんですね、ああのもともと鳴ってるんで、はい、考えられてる、そうですね、うん、これで今止めたから、はい、あとは逆の手順で組んでいく、あはい、これで今もつけたんで、はい、ここの内張り戻す前にまずちょっと動作確認行きましょう、動作確認、はい、はい、エンジンオンお願いします、エンジンオンします、でこのモード切り替えの方法なんですけど、ここにまあ書いてるんですけど、はい、これあ、イベントモード5秒間隔で変化、あと5分間隔色変化、はい、おお、はい、できるんですね、これ一旦ルームランプは切りますか、はい切ってください、じゃあ、まず、ここ、はい、このお月様がついてるマーク、お月様がついてるマーク、これを長押しすると、はい、2色変化か4色変化どっちかになります、はい、4色変わりましたね、はい、これ機能オフ、今純正に戻ってます、あ純正に戻ってる、もう一回長押しします、はい、2色になるはず、あ、2色変わりました、これで、今カラー固定モードで、はい、次はカラー、はい、このカラーを、長押し、長押し、はい、そしたら2色変化するかな、あ変わりました、2色、これが、今5秒間隔に変わりました、あ変わりました、はい、色もう1色ぐらいいこうか、はいはい、これ今5秒間隔、はい、で次がもう一回長押しすると、はい、3色変化すると思います、あ変わりました、変わった、はい、これで今オーロラモード、あー、5分間隔で色が変わりますっていう、はい、そしたら5分待ちますか、いや、無理です無理です、はい、これで、まあ、自分の好きなモードにするっていう、あお、そのお月様のやつでこの機能をオンオフして、そうカラーの長押しでオーロラ かイベントモード、はいはい、の切り替えができます、はい、これで今動作チェックももう終わったんで、はい、あとは逆の手順で戻します、はい、はい、
はい、ありがとうございました。はい、変わりましたね、何回、はい、今回 あのルーフカラーイルミネーションオーロラ点灯化キットが、はい、概要欄に URL リンク貼っておきますんで、はい、そちらからご購入いただけますんで、はい、皆さんチャレンジしてみてください。はい、結構簡単でしたもんね。簡単、うん、10分ぐらいで終わりますね。はい、はい、まあ、あのぜひチャレンジしてみてください。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。